ブラシを使い、根元から立ち上げるようにブローします。全体の根元が乾いたら、毛先を形づけるようにブローします。ポマードを500円玉ぐらい手に取り、全体にしっかり伸ばします。前後左右からしっかり、根元からポマードをなじませます。ブローで作った形を崩さないよう、コームで溶かしつけます。ニードル部分は表面ではなく、内側を立ち上げるときに使います。